事業仕分けは今日が最終日です。午前中は1兆3000億円ものいわゆる埋蔵借金を抱える国有林野特別会計の問題に蓮舫行政刷新担当大臣らがメスを入れました。中継です。はい、農水省は 1.3 兆円の借金以外は一般会計で賄ってほしいと提案していますが、新たな国民負担につながると激しいやり取りが続いています。人の部分の退職手当は一般につけるとなると新たな国民負担になりますよね。ちょっと待ってそこから森林整備に関する経費は、いや、なんでこちらが答えちゃダメなんですか。政務、政治主導と言いながらなんで一貫して官僚の方に答えさせるんですか。1兆3000億円の借金はこれは国民負担にしない、一般会計にしない。国有林の保全を行う国有林や特別会計は40年間赤字を垂れ流し、今も 1.3 兆円の借金を抱えています。仕分け人からは 1.3 兆円を返すめどがあるのかと疑問が出ている上に、事業を一般会計化したら人件費など新たな国民負担が増えるとの声が上がっています。今も議論が続けられていますが、財源をひねり出すどころか、これまでのずさんな経営のつけに追われている状況です。